俳優の城田優が、フジテレビ、トーキーンズに出演し、許せない女性の行動を明かしました。城田氏は、スペイン人の血も入っているし、レディーファーストのつもりではある。食事で女性にお金を払ってもらったことって、ここ20年くらいで1回くらいしかないと話しました。お金を払ってもらい、お礼を言わない女性については?それは嫌いです。一応頑張って汗水流して働いたお金なので、お会計時に、ごちそうさまでした、言わないんだなって思いますと語りました。また、花から払ってもらうつもりは、1ミリもないんですよ。たまにお礼を先輩に言っていなかったりする人とかがいると、なんか悲しいなって思う。自身は帰宅後にもお礼のメールや LINE を入れるといい。今日はありがとうございましたって、僕は送る。やるべきだし、やりたいと話しました。